皆さんこんにちは。それでは令和三年論文本試験解説企業法を始めます。担当はレクセニングお師の森村です、えー。それではですねいつもの当連の解説と同じようなスタイルで、えー、もうあらかじめマークしてある、えー、ものを移しまして、で若干時間取りますのでマークする方はマークしちゃってください。第一問からですね。 でこの10っていうのはあの回答詞の行数が10行20行で論論って書いてあるのは論点型問題と制度説明型問題っていうふうに分けてますのでそれで、えー、本文は論点型の問題であると問題1も問題2も論点型の問題であると9の2って書いてあるのは論文グレードアップ答連の9の2という,うところでですね解で、えー、この、えー、公会社株式の譲渡について出題しているということですね。 であと問題2の方はですね、えー、まあこれはもうほとんど当たったとは言えないので括弧の中入れてますけれども、えー、株主総会決議の取り消しも今は一応出してますよっていうそういう印です。でまあ時間の関係でですねあの問題文の解析と答案構成をしっかりやってあと回答についてはもうアップして してあると思いますので、そちらの方で見ていただくということにいたしましょう。ちょっと小さいですかね。もうちょっと大きくしましょうかね。まあ別にあの映さなくてもいいですよ。別にマークするところは。 まあ一応問題文を読むときに注意して読まなきゃいけないところといってもたくさんあるんですけどもそれをマークしただけですではえ問題文の解析からやっていきましょうまあ問題長くてしかもかなり難しい問題でしたので問題文の解析をしっかりして論点発見できるかどうかっていうのでもうほとんど決まっちゃうような問題でしたね で問題1が内容的には組織再編から分野は組織再編から取材されてまして子会社株式の譲渡の問題ですねで問題には純株式の準共有という,う、まあまあ、ほとんど民法のような問題が出てしまいましたそれでは問題文読んでいきましょう、えー、高株式会社は、えー、和菓子の製造販売を行うオツ株式会社と両手を営む平株式会社を完全子会社とする純粋持ち株会社であると。 えとまずここまで図示するとこんな感じですね。公会社があって、で、オツ会社があって、弊会社があって、で、純粋持ち株会社ですね。で、この後まあとあ100%子会社であるっていうのが出てくるんですけれども、えー、公会社は。 オッツ会社の株式全部と弊会社の株式全部持ってますよっていうこういうことですねまた移しますこれは後でですねでこれら3社はいずれも取締役会設置会社でも酒類株式発行会社でもないとで取締役会設置会社でないというのはまあこれなかなか珍しい問題の設定ですよねですから 本文では例えば重要な財産の処分にあたるような行為であっても取締役会決議は不要であると、まあ、もちろん取締役会決議は取締役会がそもそもありませんからね、えー、そういうことですねあとは種類株式発行会社でもないってことは議決権制限株式はないのでそこは考えなくていいですよっていう、まあ、いつものネガティブリストですよね。種類株式発行会社でないっていうのは、まあ、よくあの問題文の設定に出てきますけどもそれはあんまり気にしなくていいことは多いですよね。はい で,えであと純粋持ち株会社ってことはえ独自の事業活動を公会社は行っっててないってことを意味しますよねでこれらの3社これら3社の定款には問題文で明示されている以外に会社法の規定と異なる別段の定めは設けられていないとまあそこも考えなくていいですよとで段落がありまして「高会社の発行詰め株式総数は100株であり A が40株 A の配偶者である B が30株」。 A と B の, B の子である C と D がそれぞれ20株10株保有しているで航会社の取締役は ABCD の4人でありいずれも残存任期は5年ほどであるとで要するにこの,この会社の取締役は全員株主ってことですよね航会社は代表取締役を定めていないということは航会社の取締役は全員代表権があるということですねで航会社の資産はオッツ会社の株式と弊会社の株式のみであり これらの帳簿価格が公会社の総資産額に占める割合はいずれそれぞれに2分の1であるとでこの辺のところをもう一度番書に戻って見てみますとで公会社の持ってるおつ会社株式と弊会社株式は公会社の総資産額の5まで来たんですから1 2分の12分の1と、まあ、公会社にとってはとても大事な子会社だということになりますね。 そそしてその子会社の株式については A が40株 B が30株 C が20株 D が10株持ってるだからまあこれがいわば株主総会のすべてみたいなもんですねそしてこの人たちはすべて取締役であるとともに株主であるとそして全員が代表権も持ってるということですね。 はい。でこの場合において、えー、次の問題1及び問題2に答えなさい。なお、公会社の資産の状況に変動はないものとする。これもまあ変動ないんですから考慮不要だということですね。譲渡の前後でどうのこうのって書かなくていいってことですよね。で問題1です。令和2年4月15日、A は、A というのは、えー 公会社の株主で取締役ですで株式は四十パーセ 40%, 40, 40持っているわけですね。他の株主に知らせることなく、他の株主は BCD に知らせることなく、公会社が保有しているおつ会社の株式のすべてを、低株式会社に譲渡したとで。この低株式会社というのはまあ特別試合会社ではありませんので、 468条1項は考えなくていいですよということです。まあ、これもネガティブリストなので気がつかなくてもどうこうないです。で本件譲渡の効力について論じなさいとそしてまずこの株式の譲渡がですねこの株式の譲渡が、えー、公会社による公会社によるおつ会社株式の譲渡なわけですね。でこれがまあ要するに単なる株式の譲渡公会社が保有している株式の譲渡なんですけれども それは、オツ会社という完全子会社の株式の譲渡であり、そのすべての譲渡であるということで、そこでこの譲渡がですね、これが、この譲渡が、467条の、467条、1項、2号の2に当たるわけですね。 でこれには「い」「ろ」っていう要件があるんですけれども「い」という要件と「ろ」という要件があるんですけれどもこれはどちらも、えー、満たしているということですね。でこれはもうあの特に問題なく、えー、何か際どいものでもないですので簡単に認定してもらえばいいです。でそうしますとこの467条1項2号の2にこれに当たるということはそうすると 309条2項11号でこれは株主総会の特別決議による承認が必要なわけですよね。もしこの会社が取締役会設置会社ですと取締役会でこの契約を原案を作って代表取締役が相手方の会社ですね定会社との間で細かい値段とか交渉してほいで 契約を締結してくるとその契約を公会社に持ち帰って公会社の株主総会で特別決議による承認が必要というそういう段取りになるわけですよねただ公会社は取締役会設置会社ではないので、えー、まあ本来だったらこの ABCD4 人の話し合いで多数決で決めてそして代表権全員代表権ありますから、えー、この場合 A が勝手にやっちゃったわけですけれども、えー、A の行為自体はその。 もちろんん話し合いはいはるんですよ原則は意思決定はいるんですけれどもそれがなくてもその取締役会設置会社と違って取締役会設置会社ですとあの先端的行為なんていう論点が出てくる可能性がありますけどもここはんその取締役会の決議事項とされているというような条文が取締役会非設置会社の場合にはないので。 そそこのとことととはまあ触れれななくていいいいう、まあまあ、それも余計なこと言いましたね要するにそれはネガティブリストなのでそこの論点書かなくていいよと要するに先断的行為の論点書かなくていいよということで取締役会非設置会社に本もしてるわけですね。はい、でこのような取締役株主総会の特別決議による承認が要求されてるわけですけども、まあ、本来これ業務執行行為なのになんで承認が必要とされてるかというとそれはこの公会社の株主にとってみれば えー、このオツ会社という公会社にとって重要な総資産の1 2分の1を占めるような重要な会社を手放してしまうその経験を手放してしまうことになるわけですよね。その経験手放すっていうのが要するにこの467条1項2号の2の炉の要件で、えー、議決権ベースの過半数を失ってしまうっていうのはその要件になってるっていうのはそういうことですよね。 でそうするとその公会社というのはいわばこのオツ会社が儲けることによってその儲けをこう吸い上げる形でさらにその公会社の株主っていうのはそれで利益に預かってたわけだからだからこれを手放してしまうということは言ってみれば公会社にとってみれば一つの事業部門を 譲渡してしまうようなものですから事業の重要な一部の譲渡に当たる場合それとまあ影響は同じだということでまあ簡単に言えば株主保護ですよね高会社の株主保護のために特別決議を要求しているというそういう趣旨の条文ですよねでその条文をこう満たしてないと要件として満たしてないっていうことですよねでその場合の譲渡の効力について聞いているということですね。 はい、それでは答案構成をご覧くださいそうすると論点型の問題ですからいつものように問題提起規範定律当てはめ結論という三部構成にするわけですよね。で特にまあ今回の問題のような複雑な問題、えー、その何を書いていいかわからないような問題については答案の形式をちゃんと整えた 答案に仕上げるというのが、実はまあ非常に大事になってきまして、そういうところで合否が分かれたりします。問題提起って、何をするパートなのって言ったら、それは事例から条文に解釈対象となる条文にたどり着くということですよね。三百九条二項十一号の方はこちら。単なる特別決議が必要というだけなので。 うんこの461条1項2号の2というここに当たるってことをしっかりと書かないきゃいけないわけですつまり本来だったら子会社株式の譲渡というのは業務執行に関する意思決定だから取締役が決めちゃっていいはずなのにもちろん取締役が決めるんですけれどもそれについて株主総会の特別決議を要求しているのはそれは、えー、この子会社株式の譲渡というのが、えー、事業の譲渡にも比類するような大きな影響を株主に与えるからですねということですよね。 でそうだとしますとそのようなこれ株主保護の規定ですからね株主保護の規定についてそれを無視したあ行為というのはそりゃ原則無効にせざるを得ませんよねっていうのがそこにつながってきますよね、えー、これがだからあ,あんまり書いてる時間もないかなまあそれぐらいいけるかな株主総会の特別決議っていうのは当然これ株主保護のためにあるわけですよね条文の規定の体裁の仕方からして でその効力発生日の前日までにこれ契約日の前日じゃないですからね効力発生日の前日までに承認決議がな,すなされなきゃいけないってことはその効力発生日の前日までに承認が得られてなければ効力発生しないっていうふうに読むのがまあ素直ですよねですからまあ原則無効それは趣旨から考えても形式から条文の文言から考えても原則無効と解すべきですねっていうことですよね株の称号ですよね。 ところが、これ外部的な取引ですからねその会社のまあ内部の手続きである取締役会の承認を要していないからといって常にこの譲渡を無効としてしまうとそれは取引の相手方特に定が善意の場合にはそれはそんなはずじゃなかったということになっちゃいかねませんよね。そこでどうするかというと善意無重過失の相手方の場合には無効主張することができないという形で相対的な無効ということにするわけですよね。 ここれがだから取引のの安全の保護とということになります株主の保護の見地から原則無効とするが取引の安全の保護を図らなければならない場合があるのでこのような場合には無効主張ができないというそういう意味で相対的無効でしたよね。相対的というのを説を書く場合には相対的無効っていうのは要するに絶対的無効でないってことを言ってるわけですよ。 絶対的無効というのは誰が誰に対してもどのような方法ででもいつまででも主張できる無効が無効本来の無効絶対的無効ですよねそれのどこかが欠けているっていうのが相対的無効ですからいろんな相対的無効がありますのでねだからどのの意味でで相対的無効なのかをやははりこれは書いいいいた方がいいですよねじゃあなんでそういうふうに考えるのと絶対的無効ではなくて相対的無効に考えるのっていうことになりますとそれは通常の事業譲渡と,と異なっている点を書いてもらうわけです。 これ問題文がわざわざです、ね、その事業譲渡ではなくて、えー、子会社株式の譲渡でわざわざ出題しているわけじゃないですか別に同じ467条1項に掲げられているものだったら事業の重要な一部の譲渡で出題してもいいですよねでそれを出題せずにわざわざ子会社株式の譲渡にしたということは通常の事業譲渡とは何か異なる点があ,るありますよねとそれに気づいてくださいということですよね。それが何かととといいうう会社株式のの譲渡というのは 要するにそもそもあの事業譲渡っていうのは契約事項の法定契約事項なんか法定されてないですよね。あの会社分割とか会社の例えば合併なんていうのはその、えー、合併契約を締結するとき会社分割契約を締結するときにはこういうことを定めなきゃいけませんっていうのはずらーっと書いてあるけれども事業の譲渡を行うときもあるいはこの本文のように子会社株式の譲渡を行うときにもどういう契約書を作らなきゃいけないって何にも書いてないですよね。書いいてないわけですよねだからその契約 というのがもう単なるこれ株式の譲渡契約と公会社と大会社との間にでですね公会社の持ってる一つの財産権としての単なる株式の譲渡契約っていう。 そういうような、まあ、契約なわけですよだから契約内容についてはそんな細かいところまで全然明かされてない可能性がもちろんあるわけですよねだからこの今譲渡する株式が高会社が打つ会社の100%一任株主であるそれのしかも持ってる全部を譲渡するなんてことが低会社は全くわからない場合だってあるわけですよもっと言えば普通の事業譲渡だったら通常の事業譲渡だったらですね、えー、これはブルーで書いておいた方がいいかな 通常の事業譲渡だったら事業活動の承継というものがこれが、えー、判例の3要件の2番目の要要要件件件番目ととしててされてますよねよくお話しする例で例えばボーリング場の設備一式を譲渡しましたと本門と同じように公会社から定会社に譲渡しましたとでその場合にボーリング場の設備一式を公会社 経験もつけてですね、公害者から定外者に譲渡しましまた。その時に「えー、公会社の株主総会の特別決議の承認が必要かどうか」というのはその譲り受けた「定会社」がそのボーリング場の経営を引き継いでるかどうかでそれで公会社において承認決議が必要かどうかっていうのが判断できるわけですよね。 もしそれ、定会社がボーリング場の設備支給を譲り受けたんだけれども内部を改装してショッピングセンターとして現在は経営してますということになればそれは事業活動の承継を伴わないからそもそも事業譲渡に当たらないと事業譲渡に当たらないのならば譲渡側の譲渡会社である公会社において、えー、特別決議による承認はいらないということですよね。つつまりりのののの側側でで譲譲受け人の側でこの譲渡契約についてうーんその 子会社の株主総会の承認というものが必要なのか、どうなのかが判断できますよね。事業譲渡の場合だったら、事業譲渡の譲り受けにはところが今問題となっているのはえー、その子会社株式の譲渡なので、えー、そのそもそも低会社において事業活動の承継ってことが問題にならないですよね。要件になってないですよね。要件、この2つだけですもんね。総資産額に占める割合と。 そそれととの議決権が移るかどうか支配権がが移移るるかかかかかどどうう支配ことですからねだからそれというのはこのような要件というのは契約書の中でも明らかにされてない可能性が十分あるわけですから定義会社にとってみれば全然わからないということだってあり得るわけですよねだからこそ相対的無効説を取ってるんだとこれがだからその死刑の先生が事業の重要な一部の譲渡ではなくて高会社株式の譲渡をわざわざ聞いた趣旨っていうのはそれじゃないかっていうことですよね。 よろしいでしょうかだからその辺のところを書いてもらえばいいですで回答も一応移しておきましょうこんな感じですね 下まで移しておきましょうか。はい、よろしいでしょうか。はい、というような、あで、回答も一応見ておきますと。 で縦一縦二縦三は先ほどの答案構成の縦一問題提起縦二棄案定率縦三当てはめ結論にそのまま対応しています。で縦一の問題提起で、えー、もうここでですね、えー、特に争いがないので、えー、その四百六十七条一項二号の二の二の要件二の要件ですねここですね二の要件、えー、この総資産額に占める割合が二分の一がこれが二の要件ですよね。 そして,、えーえー、全,て全てを譲渡しているっていうんでこれ「ロの要件」で両方満たしてますよっていうふうに書いてもらってだからもう467条1項2項に当たるとで特別決議による承認承認が必要なんだけどもそれがないですねとで比較として通常の事業譲渡においては、えー、それは絶対的無効と返していい判例もそう返しているとそれがなぜなのかというとこれは解説のページを見てもらいましょうかね。 解説ののページに書いてあるここの部分ですよね先ほどお話しした事業譲渡が事業活動の承継を要件としているため取引の相手方はその取引についてその譲り渡し会社側で株主総会の承認が必要かどうかというのを容易に判断できる自分がその譲り受けた営業事業を継続していれば、うん、その譲渡会社側で承認決議が必要だけれども自分がもうそれを別のものに利用して事業活動承継してないのならば 特別決議はいらないと。だからその場合だったら別に、えー、その議事録よこせとかねそういうこと言わなくていいいいよということですよね。まあついでにこれも下まで移しておきましょうか。でこの三角図形であの下線引いてあるのはですねこれはあの本来試験員の求めている数字じゃないんだけれども。 これ書いてあったら要するに要するにまあ簡単には間違ってはいる間違ってはいるんだけれどもこれだったら合格点つきますよっていう例として挙、えー、げてありますまあ挙げてありますっていうかまあ志村先生に書いていただいたんですけどもまあよろしいですかねこれも。 マークする方はマークしてください。はい、というのが、えー、問題1の回答ですね。はいでえー、と絶対的無効でにしていいと、通常の事業譲渡なら、ただ、子会社株式の譲渡の場合には、えーまあ、今言ったような事情で、契約内容も法定されてませんしね、ですから、明らかでないことももちろんありえるでしょうと。 単なる株式を譲り受けたつもりだったのにそれがあとで無効とされたんじゃたまったもんじゃないですよということで善意無重過失の相手方に対しては無効主張することはできないということですね。で本問ではその辺明らかじゃないのでであればこうなるというような書き方をしてます。でそれについての解説ですね。でこの問題はえ当連の第9回の第2問統一で出題してますので、え。ー まあレックの受講生の皆さんは書けたんじゃないかなというふうに思います。はい、では、えー、次が問題,、えー、問題2ですね。で問題2を読んでみますと、えー、令和3年3月に A が死亡し A の財産を BCD の3人のみが相続した A の相続人の間で遺産分割協議は整っておらずとまこ、あ、れも民法の話ですよね常識で分か,る分かれって言うんですかね遺産分割協議が整えばその具体的配分が確定しますから共有状態が解消されるわけですけどもこれが整ってないってことは共有状態が解消されてないってことですねで A の保有していたあ公会社株式40株は BCD の準共有状態にあると。 で本件純共有株式につき B が1 2分の 1CD がそれぞれ4分の1の持ち分を有しているということですねで段落変わりまして令和3年6月28日公会社の定時株主総会が適法に開催されたと、まあ、そこはだから触れなくていいよとで持ち回りで C が議長を務めたこれについても特に議長についての定価の定めはないわけですから別にこれについて違法なところはないですね、えー、書かなくていいよと。 触れなくていいよってことこですねで本件総会において C は、えー、B を取締役から解任する旨の議題議案を提出したとでこの議題議案の提出は果たして適法なのかというと本門の講会社は取締役会非設置会社ですよね取締役会非設置会社ってことはその場でその株主総会の場で議題を提出する議案を提出するこれは適法でしたよね三百三条三百四条303条304条で適法ですねと。 いうことです BCD は事前に本件総会における本件準共有株式の議決権行使について何の合意もしていないと何の合意この合意というのは106条本分106条本分の合意がありませんでしたよってことですよね。で B は C による本件準共有株式の議決権行使に反対したものの公会社は本件準共有株式の議決権行使に同意したため この同意というのは106条正し書きの同意がありますよということですね106条正し書きの同意がありますよで当該議案は賛成多数で可決されたとだから一応有効に決議は存在しているってことですよねこれ否決されちゃったらだってうんそもそも決議取り消しの対象になりませんからね B, B というのは株主であり取締役であると令和3年8月30日本件準共有株式についての議決権行使が違法であると主張して何条に違反するかなと、まあ、106条違反でいいですかね106条に違反するとしてあるいは民法に違反するとして公会社に対し本件、えー、決議の取り消しを求めて決議の取り消しというのは請求内容ですね訴えを提起したこれが形式ですよね。えー 要するに決議取り消しというのは決議を初めに遡って無効にしたいというそういう請求ですけれどもそれについては訴えを持って提起しなきゃいけないという831条1項に書いてますのでその訴えに乗っかったということです。で B の請求は認められるか聞かれているのは請求が認められるかですから内容の話ですよね、内容。そうすると831条1項の形式と内容分けて要件言えますか 訴え提起したその提起が、訴え提起が適法であるためには、2つ要件ありますよね、提訴権者が提訴期間内に提訴したってことですよね、提訴期間の制限と提訴期間の制限がありますから、提訴権者の制限と提訴期間の制限がある、で本文の B というのは株主であり、しかも取締役でもあるわけですから、提訴権者の要件、株主等という要件は満たしてますよね、で3ヶ月以内という低訴期間の要件も満たしてますよね。 だからこんなものはもう簡単に回答の冒頭で認定しちゃえばいいわけですよで聞かれているのは B の請求が認められるかということです,ですから請求内容つまり831条,条1項1号の決議の方法の法令違反に当たるかどうかってことを聞かれているわけですよねでそれを答案構成に直すと答案構成に直すじゃないですね答案構成に起こすとこんな感じになります。 ここがねなかなか判例のロジックがめんどくさいとこなんですよ。でまず問題提起これも同じように3部3部構成になってます。でまず問題提起で何をするかというと事例から事例から条文へということで条文は831条1個1号。 1>, で1項の本文については、株主である、低層権者であるということと、低層機関内であるということは、これも問題ないですから、適法ですから、簡単に処理してしまえばいいです。だから、あとは決議方法の法令違反に当たるかどうかということです。で問題となっている法令というのは何条、ちょっとピント合わせますね。合ってましたね、えー。法令というのは何条かというと、この準共有株式の権利行使に関する 106条本文と106条正し書きの条文なんですここからのロジックがちょっとめんどくさいんですよで、まず106条本文は何を規定しているか今条文をお持ちの方は一回ちらっと見てもらった方がいいと思うんですけれどもこれは準共有株式の権利行使方法について民法の特則を定めているんですね民法の特則で民法ってのはどういうふうに定めているかというとこの民法というのは民法200 民法のです、ね、条条いう条文なんですよ。で、こんなのだって試験,あの試験会場で配られる六法っていうか法文集にはこれ書いてないですからね民法載ってないのでね、うん、まあこれを出されるのはなかなか辛いものがあるんですけどもそこにどう書いてあるかというと、えー、準共有株式についてこれは管理行為にあたると管理行為にあたるので持ち分の過半数で決定しなさいって書いてあるわけですよ。 だから例えば1号議案について反対する2号議案について賛成するとかっていうのはそれは持ち分のいちいち持ち分の過半数で本来決めなきゃいけませんよっていうふうに書いてあるわけですよ。ところがそれをです、ね、そんなだったらその追加議案で第3号議案が出た時に、えー、そ,のその場で対処できなくなっちゃいますからそれじゃあちょっと株主権の講師の場合には、えー、うまくやれないだろうということでそこで督促を定めているわけですよね。 通知とといいうものがああらかじめなされていれてば単独行使可能であるとつまりいちいちその案件について賛成する反対するどういうふうな意思決定をするっていうのを決めなくてもその通知された A なら A という一人が勝手に決めちゃっていいですよっていうふうにそういう形で民法の特則を定めているわけですねそれが106条本文なわけですよ。いいですかね。 えー、通知通知指定通知があれば権利行使者の指定及びその通知があればその権利行使者が単独で好きなように、えー、議決権行使してもいいですよっていうふうに書いてあるわけですよね。ってことはこれを反対解釈するとどうなるかここ大事なんですけどもこの106条本文を反対解釈するとそうすると指定とか通知がない場合には単独行使はできませんよっていうふうに読めますよね。 これは分離解釈ですから、106条本文はそう書いてあるわけですよね。そう書いてあります。そのような106条本文が、株式会社の同意があれば、つまり本来は単独行使できないんですよ。権利行使できないんですよ。権利行使できないんだけれども、それは株式会社の同意があれば、その本文の適用が排除されるということで、本文の適用が排除されるということで、 この今言った指定通知がなければ単独行使できないこれがひっくり返るわけですよつまり指定通知がなくても単独行使がこれができるっていうふうにひっくり返るのがそれが株式会社の同意があった場合ですよで本文は株式会社の同意があるんですねそうすると単独行使はできるんですよ単独行使はできるんです ただ、その単独行使できるその単独行使の方法がまるっきり A なら A が勝手に議決権行使していいわけではなくてそれは民法の規定共有の規定に従わなきゃだめですよということになっていますつまり、指定通知がない場合にはその権利行使が民法の共有規定に従っ,従っていなければたとえ株式会社の同意があったとしても適法な権利行使とはならないと。 これが判例のロジックなんですよ。わかりにくいでしょわかりにくいですけども、判例がこういうふうに言ってますから、これそのままあの回答例でもう、判例の文書ほぼそのまま使ってます。いい,いですかね。繰り返さなくていいですかね。本来、106条本文は民法の督促である、民法は、えー、この持ち分の過半数に従って、一個一個意思決定しなきゃいけないよってしてるんですけどもうん、その議決権行使はそんなわけいかないので、そこであらかじめの指定通知があれば、 C なら C がその権利行使しますよっていうそれを会社に通知しとけばそれをみんなで決めて通知しとけば C なら C が出てって勝手に単独行使していいですよが106条本文ですねだそれを反対解釈すると指定通知がなければ単独行使することすらできないと単独行使することができないってことになりますよね。そそののの規規定定ううういよな本が 株式会社の同意があればひっっくり返るってことですよね株式会社の同意があればつまりこの単独行使できないができるようになるわけですよじゃあ好きなように何にもその事前に決めなくてできるかっていうとそれはそれについてはその権利行使は民法の共有規定に違反することはできないから結局民法252条が適用になって、えー、ここですよね各共有者の持ち分の過半数に従わなければ そのようなな権利行使はは認めるわけにいいかないそれは会社が同意をしたとしてもあくまでもその同意をしたというのは民法の252条本文に従った権利行使を認めてるだけだっていうこういうのが判例のロジックなわけですよね。わかりにくいですよねでしかもこれ民法がその本試験会場で配られている法文に載ってないですから民法を見ながら考えるってことができないんですよね。 ななかなか辛いい問題だと思いますで最後、当てはめ結論のところで裁量規格についてはやはり本文では触れておくべきだと思いますので、えーまあ、論点として展開するうーその行数がなかったのでこれは当てはめの中で裁量規格できないという話を書いてで結論に持っていっているということですね。では回答をご覧ください で、提訴期間内と提訴権者の要件満たしてるから、訴えは適法です。あとは内容だけが問題になりますよと、だから B の請求ですよね、B の請求の問題になりますよってことですよね。訴えは、訴えは適法にしてるから、だからあとは請求の問題ですよってことを出してもらいます。で、106条、本文はどう言ってるかっていうと、 今言ったように権利行使の方法について民法の督促を定めているとそして106条正し書きは株式会社が当該同意をした時はその106条本文の制限が外れますよってことになりますじゃあ制限外れるから全く自由かというとその権利行使方法については民法の原則に従ってねっていうところですよねそれを書いていただくとまあこれは書けないですよね そこでまあこの問題に関しては、ですね、えー、もう要するに106条の問題であるということが気づ,気づければそれを表していればそれで多分合格点つきますね、えー、会社の同意がある本文では C の議決権行使は適法であるというふうに書いちゃってもいいと思いますしあるいはこの106条たし書きは適用されないとあるいはこの場合の同意は無効であると。 まあこれ結論全然違ってるわけですけれどもそれはそれでだって1 6条の問題しかもちゃんと本文正し書きその関係が分かってるっていうこと分かってないとここまでも書けませんからねだからここまで書けたらもう十分合格点はつくというふうに思いますはいあとはいいですかねあとは当てはめでいいですよねでえっと裁量規格はまあやたら出るとこですけども裁量規格についてはこのあたりで もう簡単に2行ぐらいで処理してますということですねはい、えー、もうこれでも時間オーバーになっちゃいましたねでは2問目いきましょう第2問ですこれも難しいんですよね これも本試験、あの、当連で出してまして、えっ、ー、と、問題1の経営判断の原則については、これも山張ってましたからね、えー、当連の第6回の第2問で、えー、出してます。あと、その、これは何でしたっけえー、第、問題2の方は、あ、これはあれですもんね、あの、 任務形態ですから、423条ですからね、これについてはもう何度も、えー、繰り返し、かなりくどく出してますので、これについても当詮受けてた方は、えー、そこそこ書けたんじゃないいかと思います、はい、では問題文見ていきましょう。 でまず本問の問題問題内容は問題1が経営判断の原則で問題2が423条1項の問題ですねで本問っていうのは問題のこのテーマは何ですかというとですね実はこういうようなテーマとして本問をまとめることができますつまり任務家帯のこの任務というのは任務家帯責任って言いますよね、えー 423条1項で、えー、任務受けたい責任っていうふうにこう言うわけですけどもその任務っていうのは法令なのっていう、えー、実はこういう論点があるんですよでこれいつも私その講義の板書等で書くそのままの図なんですけどもこれにはもう任務受下退確保法令違反っていうふうに書いちゃってますでまあ通常それでいいんですけどもそ,のそもそもねまあ随分昔の話になりますけども会社法ができる前っていうのは会社法ができる前もやはり 取締役がヘマやって会社に損害を被らせたた時にはその会社に対して損害賠償しなきゃいけないっていうふうに書いてあったそういう条文も,もちろんあったわけですよところがその会社法制定前というのはじゃあどんなヘマをした時にその損害賠償責任を負うかっていうとそれは法令違反であるって書いてあったんですよね法令違反そうするとこの時代にその法令違反というのの法令の意味っていうのは、まあ、法令にはですね取締役が守らなきゃいけない法令には例えばその 個別の個別具体的な法令についても守らなきゃいけないしあるいは全館注意義務という一般的な義務仕事やるときはちゃんと気をつけてねっていうそういう義務も守らなきゃいけないってことになってますよね。でその中でですねこの会社に対して任務受けたい責任を負うのは果たしてこちらの具体的、まあ、全館注意義務違反の場合に責任を負うのは当然としてですねその具体的な法令違反について例えば取締役が縄手人になっている例えば えー、例えば356条,35条1項協業必至義務とか利益相反取引の、えー、356条五十六条1項とかですねでそういうような、えー、規定についてでこれはそれはね取締役の にについてその法,法令に違反するその取締役自身が7点人になってるわけですからそれを取締役に守れって言ってる法令なんですからそれに違反した場合にはそれは当然この423条1項の前,あの前提としての任務形態に当たりますよねっていうことですよね。こでこれに対してそうじゃなくて株式会社自身がととなっていると例えば本門のようなえ禁書法の法律っていうのはあれはあれでしょう 取締役に虚偽記載するなじゃなくて会社は虚偽記載しちゃダメよっていうふうに書いてあるわけですよねあるいは独占禁止法なんていうのも会社を名当て人として会社はこういう行為を、えー、独禁しじゃなく独禁法ですね会社はこういう行為をしちゃいけないっていうふうに、えー、守らなきゃいけないのは会社っていうふうに書いてあるわけですよね。 でそこで当時から、ね、会社法の制定前からつまりその取締役は法令違反した時に会社に損害賠償責任を負うという規定が置いてあった時代であってもそれが全ての法令を意味するのかつまり株式会社が名当人となっている直接うん取締役にこれは守れという法律ではない法律それに違反して会社に損害を被らせた場合も取締役が責任を負うのかそうじゃなくて取締役が名当人となっている356条のような規定についてだけ責任を負うのかという争いがあったんですよ。 で判例はこれについてはいわゆる非限定説に立ってましてね、非限定説というのに立ってまして、えーっと、どこ行ったかな、非限定説、ここですね、この解説のこの下の部分、非限定説と限定説の争いがあるというふうになってましてで、判例は非限定説に立ってましてね、えー、その任務形態にあたるすべての法令を 取締役は守らななきゃいけないけその法令を守らないでその結果会社に対して損害,賠償損害を負わせた場合には損害賠償責任の対象になるっていうこういう考え方だったわけですよ。でそれはまあね条文の解釈として当時は法令っていう言葉法令違反した時には,会社は取締役が会社に対して責任を負っていうふうに考えられあの条文が書いてあったからそまあ素直な解釈じゃ素直な解釈だったわけですよね両方を含むと。 でところがです、ね、その会社法の制定によって会社法が新たに平成18年に制定されたことによってです、ね、条文の文言が変わっちゃいましてでそれがだから今みな、皆さんが見ているように取締役が法令違反した時に会社に損害賠償責任を負うんじゃなくて会社が任務,形態任務形態をした時に、えー、その責任を負うというふうにこれ会社法でこういうふうになったんですよ。 そうすると法令って言えばそれはいろんな法令がありますねってことで非限定説がそれはまあ多数になるでしょうけどもところが任務って言った場合任務って何かって言ったらだ取締役のお仕事ってことでしょ取締役のその任用契約から生ずる義務っていうことですよね。だとするとそれは当然取締役をなあて人とする法律に限られるんじゃないのっていうそこでこういう会社法の制定の時にまたこの議論が蒸し返されたというかき活発に議論されるようになったわけですね。 ただその会社法が制定された後でもね後でもまあ通説的な見解はその取締役が7手にとなっている法律のみならず株式会社が7手にとなっている法律も含むんだっていうふうな解釈になっているんですだから第2問というのは実はここの問題なんですよ第2問というのはこのどちらの説を取りますかというのが第2問というか問題2ですね問題 問題2というのはこここの論点ってことになるわけですよねでじゃあ問1問題1の方はどういう論点なのかというと問題1というのはこれは任務家帯任務形帯について全館注意義務は当然負うわけなんですけどもその全館注意義務について、えー、それに違反があった時もですねその どんな小さな些細な義務違反があった注意義務違反があったその場合であっても会社に例えば巨額の損害が生じた場合には全責任を取締役に事後的に追及するんだってことになると取締役のそのそこでそういう場合には取締役にその結果責任を負,負わせるようなことはするのはかわいそうだからだから経営判断の原則によって免責、えー、してあげましょうと経営判断の原則というのは経営者免責の原則なんですよね。 でそれが認められるのがその全監注意義務違反の場合だけですかそれとも具体的な法令違反の場合にも問題になるんですかというそれが問題1の論点ということになりますね。だから問題1と問題2の論点というのは実はこういうふうに423条のまあ構造といいましょうかねその解釈をめぐってこういうような関係にあるということになるわけですね。まあ、ただそんなこと言われてもね。 でさらに問題2ではでですね問題2では、まあ、これ行数が多少余った関係なんでしょうかね、えー、因果関係と損害損害と行為と損害との間の因果関係この因果関係についてこれを割合的に認定していいのかと割,割合的認定が可能なのかというまあ知らないような論点が えー、出されてます、まあ、ここまでたどり着いた人は、まあ、い,ない,いないんじゃないかと思うんですけどね、はい、それでは問題を読んでいきましょうではいきましょう化、えー、学品の専門商社である某株式会社は大会社である監査薬会設置会社であり その株式を金融商品取引所に上場している金融,商金融商品取引所に上場しているという方は公開会社ですねで公開会社で大会社であるということは関西会設置会社かあるいは委員会系の会社かどっちかじゃなきゃいけませんから、えー、本文で関西会設置会社であると言っているのは単に委員会系の会社じゃないから。 期間構成についてそんな面倒くさいこと考えなくていいですよってこれも一つのネガティブリストですね。そして某会社の代表取締役社長は A であると。で、令和元年11月、某会社では社内調査により、売掛け券200億円の回収、売掛け券200億円が回収不能となっていることが発覚したと。で、財務担当取締役 B は適正な会計処理をした場合には、某会社は本事業年度の最終決算において、100億円程度の債務超過となる旨を A に報告した当時、某会社は社運をかけて同業他社との水面下で合併について交渉中でありで A は本件債務超過の発覚による交渉の頓挫を懸念したとで A は B に対して本件事業年度の本事業年度の有価証券報告書を債務超過がない旨の虚偽の記載で虚偽の内容で作成するように命じ 会計監査人でもある公認会計士シーラに対して本件,本件報告書の財務書類に係る監査証明における無限定適正意見を表明するよう強く求めていたと、まあ、要するにこれらの行為ここら辺に書いてある行為,につ行為がこれがその任務下退法令違反に当たるかどうかの判断をするわけですねそれいうういい問題ということこになりますね。 で、段落変わりまして、まあ、シーラは当初難色を示したが、最終的にこれを承諾したと。で、段落変わりまして、令和2年6月、妨害者は本件報告書を内閣総理大臣に提出したが、その後、本件報告書の虚偽記載が発覚した。そのため、金融商品取引法難条に基づき、妨害者は1億円の罰金、A は1000万円の罰金を科され、 母会社及び A はそれぞれ当該罰金の全額を直ちに納付した。まあ、これで会社に損害が発生したってことも確定しているわけですね。で、令和3年8月、母会社の株主 D は本件虚偽記載を主導した A に対して、本件罰金相当額の損害を会社に賠償するよう求める責任追及等の訴えを提起したと。で、これは、えー、っと、 本来母,が母会社がこの取締役 A に対して請求するしなきゃいけないものですから423条1項ってことになりますよね。でそれを株主が責任追及の訴えを提起したということですからこの責任追及等の訴えというのは。 これは847条の代表訴訟ということになりますよねで。しかもそれが適法に提起したって書いてあるわけですからこの847条の対象になるものというのは取締役の会社に対する責任ですから本文で書くべきは423条1項だということでこれではっきりしますよね。でこの場合において次の問題1曜日問題2に答えなさいで、問題113行あります。 本件訴えにおいて A は本件虚偽記載に係る A の判断には経営判断原則が適用されたため任務形態はないと主張した A の主張が認められるかについて論じなさいということですよねで経営判断原則ってのはこれ条文にない概念ですから定義書かなきゃいけませんこれ覚えてないと書けませんのでえこ,うこういうとこはもう暗記してなきゃしょうがないですねで任務形態があるないの任務形態というのは当然これは423条 1項の問題だということになりますよねまあ、もちろんに向け体というのは429条1項でも問題になりますけども本文ではさっきみたいに423条1項の問題ということになってきますよねで、A の主張が認められるかっていうふうに聞かれてますので本 A の主張は何かというと経営判断の原則が適用されるかどうかっていうふうに聞かれてますよねだからまずは適用されるされない 適用されるされれるないとでこの回答例ではですねまあ、通説判例の考え方である、えー、全管注意義務違反については、えー、失礼、えー、経営判断の原則は全管注意義務違反についてのみその違反をこの明確にするための基準であるので個別的な法令違反の場合には適用されない説。 に立ってますでもしこれは適用される説に立った場合には適用される説に立った場合には今度第2段階でじゃあ本文の場合には任務形態があるないと任務形態のこれがあるかないかを次に考えていくことになりますよね。そうするとまあなかなか13行でこれ書くのは大変だなっていうことなので、まあ、これやっぱり通説通り。 えー、全館注意義務違反の問題ではないのでそもそも経営判断原則は適用されないという方向で書いた方がいいですよねつまりさっきも出しましたように本文は全館注意義務違反の問題ではなくて具体的な法令違反の問題なので、えー、なので、えー、この、えー、あれですね経営判断原則は適用されないっていう形で 答案構成した方が、それがまあ試験の求めている数字だと思います。で、ちょっと時間が乏しくなってきましたので、ちょっと大急ぎで。やってきますと、で、A. の主張というのは、えー。これは経営判断原則が適用される。で、しかも。任務受けたい責任は、その結果。えー、その。排除されると、免責されるという、そういう考え方ですよね。で、その第一段階として、経営判断原則が。 果たして適用されれるかかどどうかっていうこといこなんですけれどもそれは規範定律としまして経営判断原則というのは全館注意義務違反の場合にだけ適用の有無が問題になるのであって具体的な法令違反の場合には適用の余地がないと,余地がない,ということで判例の立場に立っているということですね。 うううに具体的な法令違反は経営判断の原則では救済できないということです。でその理由としまして、まあ、これは形式的な理由とすればそもそも経営判断の原則というのは注意、えー、全館注意義務違反というこれ非常にふんわりした義務ですよね仕事やるときはちゃんと気をつけてやんなさいぐらいの義務なわけですからそれについては具体的に 果たしてある行為が全館注意義務違反かどうかっていうのは分からないからだから具体化する基準が必要になってくるその一つとして経営判断の原則があるということになるわけですよねでそこで取締役の経営判断について経営判断するとき一般について全館注意義務というのは要求されるわけですけどもちろんそれが前提ですよねただここ,がここからが経営判断の原則の内容ですけども事業の決定は将来予測にわたる経営上の専門判断であって だから決定過程や決定内容にその時点でねその決定の時点で決定過程や決定内容に著しく不合理がなければ全監注意義務違反にはならないよとするそれが経営判断の原則だということになりますよね。だとすれば取締役にこの具体的な法令違反があるというような場合つまり具体的な法令違反というのが違法な行為ということですけれどもそれについてはどんなその理由があったにせよですねえその 適用する余地はないんだっていうふうに持ってってもらえばいいですねで回答も一応見ておきましょうで下までいきましょうか ははいいよろしいでしでょうかで、まあ、回答は今言った筋でで書いいいてもらえばいいですねただその筋に乗らなかったとしてもこれ解説のページですけれどもこの辺りに書いてますように、えー「経営判断原則を認められるとした上で任務形態責任が本文では認められる場合だから A の主張は認められない」って筋で書いてもいいですし、えー、経営判断原則について知らなくても、まあ、これを全く 説明せずに、えー、その本文の A の主張について否定してその上で、えー、法令違反行為が任務形態にあたるということを認定して答案を書いてもらってももちろんそれで合格点つくと思います。まあ、試験員の先生の考えている数字はやっぱりここにマークしてあるように問題1で営判断の原則の適用を否定し問題2で会社を名当て人とする法令違反行為を行うことについて、えー、それも423条1項の任務形態にあたると。 広く法令違反を捉えるんだっていう数字で書いてほしかったんでしょうけどねはいよろしいでしょうかでは、えー、問題2に行きましょうで問題2ですね で本件訴えにおいて A は本件罰金は妨害者に課されたもので,ものであり会社法の規定を通じて取締役個人に転嫁することは認められないと主張したでこの A の主張の答否を検討しつつメインで書かなきゃいけないのは D の請求が認められるかについて論じなさいこちらがメインなんですよねそしてだからこれについては423条の問題ですよね423条1項ですよね でこの行数が17行あるんですよで17行ありまして論点型の問題ですから問題提起にまあどんな短くても2行はかかりますよねで当てはめ結論にはまあ5行か6行それぐらいかかると思うんですよこれだけ複雑な事例ですとねそうすると規範定律に残された行数というのは10行しかないんですよ10行そうするとメインはやっぱりメインの方が短いってことはちょっとありえませんから 10行のうち6行か7行は多分メイン論点の規範で使っちゃうわけですよねここをね要するに限定説法令について限定説か非限定説かでそれで使っちゃうそうするとサブで各論点としてこの A の主張の逃避を検討するこの行数っていうのが4行か3行しかないですよ3,4行しかないんですよそうすると3,4行しかないところでまあこれ普通に読めば両罰規定 の問題なんですけれども両罰規定っていだからその刑罰の一心専属性っていうのがありましてねその刑罰っていうのはその課された人がその痛みを伴わなきゃ意味がないのでそれをこう他に転嫁するようなそういうような行為をしちゃいけないんじゃないのっていう論点があるんですけどもそんなことを果たして、うんね、その企業法の問題でしかも会計士試験で要求するか というののはちょっと疑問ですのですそうするとこれをもう会社法の423条の問題として捉えた場合にはそれは結局その損害についてどこまで取締役の行為の因果関係を認めるかどうかっていうつまり割合的な認定ですよね要するに損害が100億あったら100億について全部取締役が個人で責任を負うのかそれとも他に取締役がいた場合にはその寄与度といいましょうかねその割合に応じて 損失を分担するのかっていうその論点がまあ会社法の論点として固有の論点としてありますからまあそっちで書くかなとそれだったら34行で済むかなということでその論点として書いてますこれはまあいろんな答案構成があり得ると思いますので回答は一通りでなくてもももちろんいいと思いますはいそれではいつものように事例から事例からですね条文へとそうすると責任追及等の訴えについてはまあこれは 簡単に触れてもらえばいいですので任務家体責任の423条1項に持ってってもらえばいいですよねでその論点としましては会社を名当て人とする法律の遵守というのも取締役の任務に当たるかそれも任務家体の対象になるかということですで規範定律としましては会社を名当て人とする法令遵守義務違反があればそれは全管注意義務という違反を経由することなく経由することなく 直ちににに任務形態に当たるるいうふうふ考考ええののが判例の考え方ですだから要するに全管注意義務に違反するっていうそういう細かい面倒くさい判断ですね具体化しなければなかなかわからないような判断をする必要がなく とにかく会社を名当て人としている,している法律であってもそれについて取締役が違反する行為をしちゃった場合にはそれは任務家帯の要件としての法令違反に当たりますよというふうに任務家帯に当たりますよというふうに持っていく考え方ですよね。でその理由は一言で言えば会社を名当て人とする規定の遵守それもそれもですねここ大事なんですけどもそれも取締役の職務上の義務である職務上の義務っていうのがこれがイコール任務ですからね職務上の義務というのが 受任者の義務ということで任務というわけですからね、えー、ということですあとは当てはめで、えー、その要件としまして、えー、要件として聞かれているのが法令違反とあとその故意過失の要件もありますので本文では明らかに故意ですからだから故意の認定をついでにここでやっちゃってますということですねであとサブの論点としまして損害額の割合的な認定つまり器用、えー、分的な考え方はしないよと いうことですでこれでこれはさすがに書けた人いないと思いますけども430条という条文を見ていただきますと例えばその会社に損害を被らせた行為というのが取締役が複数人でやっている時にさっきも言いましたようにそれは A はだい大体60%を寄与していると B は20%寄与している C は10%寄与しているからそれぞれの,その損害賠償額についてもそういうふうなこう割合的に負担するという考え方を取ってないわけですよ430条は全額について損害賠償責任を負うというふうに書いてますのでね。 だからこの場合にもです、ね、本門の,その主張というのは認めるべきではないということですねあとは全体に当てはめて結論を書いてもらえばいいと思いますでもう一度回答を見ていきましょうまあ難しいですよねここ気づかないですよねなかなかね会社を長手人とする法令これを遵守することも取締役の任務に含まれるのかっていう ここにもう気づけば勝ちみたいな論点ですよねで全部含むんだっていうふうに書いてもらってこれ判例ですからね判例の筋で書いてもらうということですね。でこういうの認定してでこれでメイン論点終わりですね。でサブの論点でその主張はどうですかということですけれども。 損害全体について3人いれば3人とも連帯で責任を負うということなので損害額の割合的認定というようなことは考えは取ってないですよということですね。はい、でこれについても最後のその論点というのはまあ書けないですよねということなので、えー、あんまり気にしなくていいかなというふうに思います。ただこれもね本試験会場で応用力を見るっていう 応用力見るって言われてもこれをその場で思いついて書けというのはそれは酷ですよっていう気はいたしますねはいいかがでしょうか、えー、それではちょうど時間となりましたのでこれで終わりますどうもお疲れ様でした。